はい、では今日の両団子の餌のブレンドを紹介します。でまずね、ベースとなるものが両団子って言ったらすごくこれがベースになりますんで、これをすり切りで、200のカップで2杯ですね。これで400です。それからあとこのペレカル、これもこれはただ匂い付けですね。ペレットの反応のがいいんで、匂い付けのために1杯 200cc です。それで、今度芯ですね、団子の芯を強化するためにガッテンが200、これと餌付けがしやすくなる浅棚1本、これもすり切りで200で、BB フラッシュ、これはですね、棚までをに、餌を膨らむタイミングをずらすものですね。これも200です。で、まあ粉のうちざっとかき回してもらってですね、で水が300ですね。こんなもんですね。でこれである程度混ざってるんですけど、これだとばらけになってしまうんで、こっからですね、脇にこすりつけるようにまあ、符の目を潰すっていう目的もあるんですけど、まあ10回から20回ぐらいやると、こうもちもちっとしたこういうね、餌付けのしやすい餌になります。でこれが打ち始めの餌です。で、だいたい大きさとしては、こんなもんですね。こんなもんです。で、これを打ち始めてって、まあ、からつん、強い当たりで乗らないようであれば、さらに手水を入れて、また練ると。この繰り返しですね。手水入れて練ると。で、まあちょうどいいとこで止めてもらうと。こんな感じです。で、最初作った時に BB とか入れたのは、結局膨らむタイミングずらすもなんですけど、あれは結局最初のちょっと練ってない、あんまり練ってないもの、はもうあの状態で BB が入ってないと餌が入んないんで、それだけですね。これが水の中に入ってマリモみたいにボワーって膨らんできてから、膨らんでこう削れていくんじゃないですか。その膨らむタイミングを BB とか入れるとずれるんですよね。そう、だから餌が膨らまなければ溶けないじゃないですか。最初ここボーって膨らんでからバーって溶けてくるんで、あとはもうタイミングずらすには硬い方向から入る。でも僕は硬い方向から入ることがないので、なんかこういう BB とかガッテンとかでこう膨らむタイミングをずらしてっていうのが私のスタイルなんですけど。